池田義勝は、江戸時代前期の岡山藩の家老。天城池岳、第四代当主。遠方二年、天城池岳、第三代当主。池田義隆の子として、岡山で生まれる。母の斉藤光は、斉藤道造の末裔である。天那元年十一月一日、藩主、池田綱政に、おまみする。同二年十一月二十七日、現場と名乗る。元六九年に、 父、吉高が死去したため、翌元六十年家督を相続、治行公三万二千国。法永元年八月十六日に死去、去年三十。墓所は天木池だけ墓所。同年十月に、藩主、綱政の四男、峰千代が養子入りして、家督相続するも、法永六年藩主聖師の兄聖順が死去したため、実家に戻り聖師となったため、 宝永七年に綱政の伊豆と与次郎が代わって、家督相続した。なお、阿公事件で知られる、阿公藩画郎、大石義雄は父、吉高の姉熊子の子で、大石が切腹前に幕府大目付に提出した、親類書には、岡山藩城代、池田七郎兵衛整備、腰置、池田左兵新吉らと共に、母方重定池田現場と記されている。 また事件後、縁者であることから治療を二千国現じられた、池田義勝の墓。ありがとうございます。